こんな悩みはありませんか？病室やホテル、フードコート、学校、オフィスなどにおいて冬場の窓からの熱の流出で寒い、また夏場の強い日差しで暑いと感じたことはありませんか？さらに窓際で展示しているワインや洋服の劣化に悩んだことはありませんか？住友理工がご提案する窓用フィルム、リフレシャインで解決します。まずはこのフィルムの最大の特徴でもある遮熱・断熱効果をご紹介します。夏は熱の流入を防ぎ、冬は熱の流出を防ぎます。優れた節電効率を実証する実験を行いました。3階はガラスのみ、4階にリフレシャインを貼った結果、冷房機でおよそ 20%、 暖房機でおよそ 30%、 年間でおよそ 23% の空調消費電力削減効果を確認いたしました。さらにリフレシャインは昼間の採光性も高く、開放感を損なうことがありません。リフレシャインなら快適な室内空間と同時に節電も実現します。そしてもう一つの特徴が、高い UV カット性による肌・商品の日焼け対策です。窓際にある商品パッケージなどの劣化、肌の日焼け、ワインの酸化、そのような対策にもリフレシャインの効果が発揮されます。高い安全性、泥棒の侵入や万が一の地震によるガラスの飛散も防げ、店舗の防犯対策、また防災対策にもなります。その上、ほぼ全てのガラスに設置可能です。もうお分かりですよね。窓用フィルムはリフレシャイン。リフレシャインで節電かつ快適に。